それではここからは最新気象解説の時間です。今日は本田さんに解説していただきます。本田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。先ほどは千鳥ヶ淵のライブカメラの様子を見つつ、明日はそのお弁当を、ね、作る配信も別枠であるということなんですけれども、はい、本田さんはお弁当で好きな食材とかって過去ありました？そうですね、うん、まあ、バランスが良い方が、はい、すごいバランスがいいお弁当、確かに嬉しいですよね。確かに愛を感じますよね。私は何が好きだったかな、でもたまに遠足とかになるとサンドイッチとかをになるんですよ。普段はお米と お惣菜とかなんですけど、サンドイッチがレアで、なんかそれが特別感があってすごく好きだったんですよ。なんかアンパンマンとかの顔をそうになったサンドイッチとか、うんうん、なんかロールケーキみたいに丸くなって表面にアンパンマンのお顔とかがハムとかで作られているんですよ。どうぞそんなねお弁当もあったりして、なんか、うん、よかった。あ、でもウィンナーとかも好きでした。あ、うん、そうですか、ね、ウィンナーも好きでしたし、卵焼きとか、そう、あ、そうそうそう、キャンディーロールっていうんだ、そうだそうだ、うん、こう 両方で縛られてて丸い筒状のサンドイッチなんですけど、それがね嬉しかったなっていうのが覚えていて、遠足とか行っても何よりもお弁当の時間が楽しみすぎて早くその時間来ないかなと思って、そのお弁当箱ずっとこう見ていた思い出があります。はいいやね、そんなお弁当とかランチボックスとか、今日はお外でね食べるのも良さそうなお天気ですよね。あ、そうですね、気象の話、はい、はい、よろしいですよね、はい、はい、現在のですね、割とこう穏やかな天気のところはこの時間多くなっておりますね、はい。